伊野浩広は、地方競馬の兵庫県競馬組合園田競馬場、木村研究者所属の騎手である。地方競馬共用センター短期騎士課程を経て、2001年3月31日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年4月12日、第2回、園田競馬1日目第7競争アラブ形式級4歳、以上条件センパールライアンで初起場、初騎乗。 同年4月17日、第2回、ソノダ競馬3日目第6競争アラブ系 c 級4歳、以上条件戦を、ビクトリーネネで優勝し、初勝利。2005年9月28日第12回、ソノダ競馬2日目第10競争第7回、ソノダプリンセスカップを、ティーサーで優勝し、重賞初制覇。2006年5月13日第3回京都競馬7日目、 第7競争3歳500万下でグローバリズムに起場し中央競馬初起場同年地方競馬通算100勝達成2007年10月9日第12回園田競馬4日目第7競争ラ系 C42 組3歳以上条件戦をエンジェルピアスで優勝し地方競馬通算200勝達成2008年6月17日第1回姫路競馬1日目 第一競争ラ系 d 6国組4歳以上条件戦でエリザベスクイーンに起乗し2着となり白宝クイーンが持っていた国内最多連敗記録を16年ぶりに更新した。同馬はその後166戦目にして初勝利を挙げた。2009年地方競馬通算300勝達成。2018年5月5日付で荒山義則9社から田中信夫9社に所属変更。 さらに同年10月1日付で、木村研究者所属となる。なかなか頭角を表せずにいたが、小牧太志、赤木隆太郎、岩田光成が、相次いで JRA に移籍し、平松徳彦や若手主数人が引退して、戦国時代となった2006年に65勝を挙げ、一気にリーディング5位に浮上。以後安定して、リーディング上位に食い込む活躍を見せている。 地方通算成績は6045,516勝2着591回3着632回勝率8.5%連帯率18.3%中央競馬2戦、0勝霊章2008年兵庫クイーンカップありがとうございます。